はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの小坂目五郎です。上野日浦です。はい、カバの監督川本です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために配信している番組でございます。ということでですね、今日はですね、8月28日ということなんですけども、なんかおるで。はい、ということで、突然ですね、突然というかもういきなり真ん中に座っていただいてるんですけど、はい、いやもう今大好評で、ありがとうございます。ね、本当に何でしょう、もう満席状態が続いてらっしゃったということで、そうですね、はい、大阪京都は、ね、結構満席が続いて、ね、はい、でも東京でもすごい評判で、もう大阪にすごい伝わってきてるような感じですけれども、今また東京で、はい、吉祥寺の方、吉祥寺ね、はいはいはい、はい、そうですよね。はい、なんか何でしょうね、どん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 なんかこの評判が上がっていってるような感じなんですけども、はい、嬉しいですね。はい、まあやっぱりね、この番組でもさくらちゃんも来てもらって、そうなんです、この番組で宣伝していただいたから盛り上がった。ありがとうございます。いやでもね、本当ね、カバの回の再生回数まあまあこう上がってる感じで、あ、ほんますか。はい、あれね、徐々に上がっていってるというか、うんうんうん、じわじわいってるんで、はい、また今回も、はい、行くんじゃないかなと思うんですけど、はい、いやまあカバもね、通常に上映もされてるんですけど、はい、上映だけじゃないやり方もあるんですよね。そうですね、映画館だけにこだわってるわけじゃないので、はいはい、まああと6巻5巻ぐらいかなって決まってて、うん、はい、まあ岡山広島沖縄とかもまあ一応決まってくるだろうと言われてて、まあ、ただね、その映画館ばっかりじゃなくて、うん、僕ちょっとその最近ね、新車のハイエースを買おうかなと思って。いきなりぶっこんできた。はい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 、ハイエースね、はいはい、あでもさ、うん、あれですよ、儲かってるから。いや、分かってる、うん、ローンっすよ、長年ローン。で、そこで機材、うん、ドラゴン映画祭で使ってるね、はい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 、機材ね、はい、プロジェクトとかね、スクリーンとか買ったので、はい、映画祭でね、はい、それちょっと譲り受けて、はい、そのスクリーンをね、はい、3メーターのスクリーン積んで、はい、機材積んで、スピーカーも、はい、まあ映画館のない街にも、うん、とりあえずもう届けようと思ってます。ね、うん、ね、今ね、やっぱりこう SNS で結構広がっちゃってるから、うん、いろんなとこからね、うん、うちでは見れへんのかと。なるほど、うん、ちょっと僕の方針として、DVD とかブルーレイとか、はい、ネット配信を、うん、まあしない方針なので、はいはい、まあ、はい、僕が街に届けるっていう形なんですね、うん、だからその、うん、いつ来てくれるんやっていう、うん、だからもう最初はちょっと公開劇場が終わってからと思ってたんですけど、うんうん、ちょっと結構盛り上がってきて、劇場もなかなか終わりそうじゃないので、うん、もう、まあ、もちろん劇場がやってる土地ではやらないですけど、うん、そういうことは、はいはいはい、まあ、だから劇場がない町にはとりあえず、うん、まあ、鳥取とかもね、ね、来てくれとかいうのもあって、ね、あと静岡、はい、まあ、静岡映画館あるんですけど、まあ、映画館のある、まあ、その土地やらなくて、うん、まあまあその、まあ、例えば大阪やったら高槻とか、はい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 、そういうね、とこでこうやろうかなっていう、なるほど、被らないようにはね、ね、はい、この間高知とかでもね、そうなんですよ、ね、やってて大成功、高知、徳島回ってきて、はい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 、その俺ね、やっぱりね、すごいなと思うのが、うん、DVD ブルーレイにはしないっていうね、うんうん、まあ、これが一つの表れやろうなと思うんですよね、うんうん、やっぱコミュニケーションの取れない、鑑賞方法じゃなくて、そうなんですよ、ね、そこにこだわってるの。僕だから映画祭とかやるじゃないですか、うん、ほんで、うん、いつも力入れてるのって打ち上げじゃないですか、うん、確かに、確かに、はい、やっぱりコミュニケーションを取れないんですよね、うん、やっぱり監督同士もやっぱライバルやけど、うん、まあ、時にはやっぱこうやって飲んでいる情報交換しようとか、はいはいはい、今そういうコミュニケーションはやっぱりもう取れたわけであって、うん、まあ、そこに一番力入れるタイプなんですけど、だから今回の映画もなんかこう回収するために、うん、じゃあ DVD 売ってはい終わりとかじゃなくて、やっぱり僕とこう上映が僕が持っていくんで、うん、まあ、この作品について僕と話してほしいなと思うし、うんうんうん、でまあ監督にいろいろ聞いたこともあるだろうし、はいはいはい、うん、映画館やったら舞台挨拶するって言って、まあ、みんなこう回ってきよるけど、うんうん、関係者もね、ね、出演者とかも、うん、だからまだ地方はしないっていうのもおかしいじゃないですか、ね、だから僕はちょっと持ってって、うん、いろんな人とね、お客さんとこう話し合いながら、うん、まあ、この子供たちのについてでも、うん、この映画のテーマについてでも学んでもいいですし、うん、話し合いながらね、うんうん、いろんな子供たちのためにどう考えるかを、うんうん、そういうこともしたいなと思っております。はい、だからそれがね、僕は覚悟の表れやなって思うんですよね、うんうんうん、だからお家でね、気軽に見てもらうっていうのも DVD、うんうん、ブルーレイ、うんうん、あるいはサブスクでね、やったらいいやんって思うし、うんうんうん、その方がまあ儲かんのかもしれへんけど、そうですよね、まあ、でもそれをやってしまったら、やっぱりその制作者として、僕もそうなんですけど、うんうんうん、作るじゃないですか、うんうん、でもう作ったらほら
言うたらあの見た人のもんになるわけですよ、うんうん、だけどフィードバック欲しいんですよ。そうですよね。帰ってきたらまた考えれるから、うん、いろいろ。そうですよね。だから、うん、まあ、この映画のテーマもやっぱり人と人とかね、うん、こうしっかり向き合うっていうテーマなので、うんうんうん、やっぱ僕自身もこうしっかりその上映場所に僕は行ってこう向き合っていきたいなと思っております、うんうん、なるほど、はい、ということで、まあ、ぜひですね、川本監督の方にご連絡いただきましたらですね。そうですね。どこの町でも行きますんで。はい。はい。はい、もう全国津々浦々。そうです。はい、日本国内だけにしようかさん。海外も受け付けてないんで。それ大変やもん、ね。機材持っていくの大変やもん。沖縄頑張れるかな。まあまあ一応一応ね、うん、はい、飛行機で行く感じだろうけど、うん、はい、わかりました。じゃあまあまだまだですね、はい、カバーは長生きするんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。はい。やっぱりねほら1985年を描いてるから、うん、あの色褪せないんですよね。そうですよ ね, ね。だから、長い息で、はい、あの続けていっていただきたいなと思います。で頑張っていただきたいと思います。はい、はい。でですね、今日ね8月28日なんですよ、ね、はい。月末なんですよ、はい、月末は月末レギュラーが多いんです。なるほど、ね、はい。で本当はね、ここ月末レギュラー席の、僕の席じゃない。そうそうそう、月末レギュラーが座る席なんで、ちょっと月末レギュラーに、チェンジしたいと思います。はい、じゃあということでチェンジ。はい、ということで月末レギュラーのしさげさんです。ものすごいこう、いや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 、はい、一個夢叶ったんや、うん、ドローンしたかってん、ちっちゃい時からってちゃんとしてよ、うんうん、分かったドローンするお願い、はい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 。ということで、しさげさんでございます。はい、今日もなんかいろいろ忘れたよね。いや今日はいろいろじゃないね。いや一応ほらあのウクレレは持ってきたやん。本体だけ。いや雨やから。チューナーも何もかも。雨の時は危険な感じですか。いや違う、今日は雨やから、うん、私雨足靴濡れるめちゃくちゃ嫌なのよ。はい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 、やから雨の時は冬でも夏でも絶対ビーチ履くね。マジで。うん、でも冬でも。そうやね。もう濡れるんだもん。でずっと連日雨やったから、今日も雨で駐車場から歩かなあかんと。いや大変やからビーチ、絶対今日はビーチ、絶対今日はビーチ、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 ビーチしか持ってきてない。ねね、あの譜面台も譜面も全部忘れてるな。そうそうそう、だから気づかへんねんな。何か一個持ってたら、あもう譜面台も取って譜面ないやんとかあるやん、ヒンとかあるけど、あるやね、全部なくないと全部なくすっていう。何も気づかず。まあ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 、あの気軽にね、あの来てあの歌って帰っていただければ本当にそれで全然こちら OK なので、そう、ね、はい、そう、もう全然反省してないから。いや大丈夫大丈夫、反省してないのよ、分かってる。もう来るたびなんか忘れてるから、今日は何やろうと思ってるぐらいからさ。来るのに忘れて何か置いて帰るって。いや、あるある、よくあるよくあるよくある。ねえ、はい、忘れて帰っちゃった。その割に今日はあの飲みも忘れへんかったんな。でもあっちに忘れちゃった。ほんまや、あゆみーやで、わざとクリームインしちゃう。自分の出番時間少ないから。気楽やったけどな。、はい、まあ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 ね、そういう感じでございますね。そうなんですよ。はい、はい、で、今日はですね、まあ、月末で、8月で夏終わりやね。もう夏、いやでも夏終わりやねんけど、夏終わりっていう感じでもないやん全然。もうだってもう今日本ほとんど亜熱帯やからさ、夏っていつやねんっていうぐらい暑いやん。亜熱帯ってめっちゃ暑い気候っていう。そう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 、あのユーラシア大陸習うぐらいの時に習うやつな。私休んどったかな学校。その週。おかしいなあんた。ねえお母さん。スズランダ行ったんやろ。スズランダ行ったんやろ。半年だけはもう猛烈に勉強した。半年頑張って勉強して。自分な今それをなこの番組で言うてるやろ。全部言った。言うてるやろ。言うてるやろ。それを、土曜日に息子が見んねやろ。そう。で息子が勉強せへん、ね、勉強せへんってずっと言うとったやんか、うん、勉強しだした。いやしだしたのは聞いたよ、うん、だからあんたと一緒や、半年前から勉強し始めてんねん。一緒やねん。私まだ夏休み前から行ったもん。1ヶ月ぐらいの違いやん。1ヶ月ぐらいの違いやん。でも猛烈に私は成功者よ。
めっちゃアホやってん。ねえ、スズランで行ったもんな。めっちゃアホがめっちゃ勉強してんで、めっちゃ勉強してん。5教科倍ぐらいの点数になったもん。急に、まあ、諦めないで受験生。そう、半年でいける。血抜きでやったら半年でいける。でも受かったらすぐ忘れるけど、ね。もう留年が危うい危ういみたいな。もう次もその戦い。勉強しててあんなとこ行くんじゃなかったみたいななんねんけど。でも行きたいとか勉強して行ける、うん、だから諦めないで最後まで、はい、はい、ということで、みんな勉強してっていうメッセージはそこまでで、今月は8月で、先月は7月はアメージングレース、uh-huh. ね、アメージングレースやったんですよ、でちょっとアレンジかけてね、日本語の歌詞もちょっと入れて、はい、レゲエで歌っていただいて、今日はホマモノレゲエ行くで言うて、そう、何しよう言って、もうちょっと俺分からんから何か考えてって言うたら、ちゃんと俺前日ちゃうかったやろ、3日前ぐらい、いや何言うとんねん。おい、ちょっと待って LINE 出そうか。え、3日前じゃなかった？3日前ちゃうわ、何言うとんねん。あれ、何言うとんねん。私が見たのが3日前。うん、そうちゃう、多分。あ、ほんと、うん、あれ。1日前に返したやろ。え、1日前までに、まる、せめて当日に返したら、1日前入れて返事なかったんけど、翌日に来て、なんか考えるわって来て、でその次の翌日やろ、でその次の次ぐらいに、あの今日の曲のタイトルが入ってきて、で、いや違う、昨日じゃない、昨日、一昨日ぐらい、昨日ではなかった、ほんま、そう早くせなあかんわ、迷惑かかっちゃうわけど、いろいろ忘れてきてるな。うん、まあ、で、今日はレゲエなんやね。今日はレゲエ。それを言いたいね、俺は。もう早く俺の話に持って聞かせてくれや。ゆっくり、ね。もう全部、なんか、勉強の話とか、なんかいろいろ。いや、それはでも今は勉強の方が大事。いや、大事やけど、今番組やから、いい？今日歌うやつの話をしてますから。はい。で、今日歌うのは、はい。ですかね。いいですか？いいですか？レゲエの。何ですか曲は。名前言う、ボブ・マーリー、はい、ボブ・マーリーと「Is This Love」っていう曲なんですけど、はいはい、ボブ・マーリーは多分ね、レゲエといえばで、日本人も、いやもうみんな知ってると思う、多分、うん、みんな知ってるかな、知ってるんちゃう、うちの子てんてん、小学校2年生の子のクラスメイトは誰一人知らなかった、知るわけないわ。あ、そうなん、レゲエはまだ早いわ、ちょっとちゃうね、ほんで好きな曲を言う、うんうん、なんか授業みたいなんで、うん、テンテンは、まあ、僕もスカタライツっていうのがいましてね、うん、スカタライツが好きやって言って、それ誰やって言って、でドレッドノーって、ドレッドボブマーリーみたいやねって言ったら、誰やみたいな、すごい今ね学校で温度差があるんですよ、音楽部門に対して。そらあなたの趣味が偏ってるから、息子の趣味が偏ってるって話な。そうそう、ほんでもっと面白いの、かくれんぼ、かくれんぼ、レコード、うん、レコードプレイヤーっていう単語がね、うん、2年生知らないんですよ、みんな。あー、なるほどなるほど。お家で鬼ごっこしてて、もうてんてんどこにあるの、うん、レコードプレイヤーのとこあるよっててんてんが叫んでるけど、うん、友達はレコードプレイヤーって何知らんねよ。そう、だからね、もう遊んだり会話にすごいこう個性が出てしまって、うん、はい、まあだからレコードプレイヤーのある家庭がまずないからね、そうなのよ、みんな来たらね、子供たちこれ何、うん、小学生ぐらいの時に、あのレコードプレイヤーって不思議で、あの回転数変えれるやん、うん、ね、声速くなる、そうだからなんか、あの聞いてる最中にあのチェンジとかして、おとんとかに怒られるのね、なんか、はい、お前それでもレコード傷つけたらどうすんねんとかめっちゃ怒られる。急に変えるな、急に変えたらの、ほんだら急にやなかったらのゆっくり変えたらええの、わけわからんこと言ってね、困らせる子供やったんですけどね、はい、いやでもレコードはいいもんね、うん、レコードですね、はい、それこそボブ・マーリーのレコードいっぱい出ております、うん、あ、だからね、やっぱね、ボブ・マーリーあたりはやっぱりレコードで聴いてほしいよね、聴いてほしい、ね、全然ね、しかも今めちゃくちゃ安いよ、うん、安いやつ、シングルって100円、うん、200円とかでも売ってると思う、うんね、世の中いっぱいいっぱい、はい、ぜひ聴いていただきたいんですが、それを今日は、ボム・マーレが歌うんじゃなく、シスター・ケイが歌うということで、そう、はい、でもこのメロディーとかなんか気になるなと思ったら、うん、あのボブ・マーリー「Is This Love」で検索してくれれば、うんうん、ボブ・マーリーすぐ出てくると思うから、あのね、なんかね、ボブ・マーレーっていうとどうしてもその、まあ、レゲエだから、うん、すっごいそのラスターな感じというか、うんうん、そういう風に受け取ってしまう人って多いと思うんだけど、うんうんうん、この曲はね、
どっちかというとちょっとポップスというか、ポップスなんかラブソングや ね、ただただ、ねね、うん、ちょっと可愛らしい感じのする、そう、なんか自分が幸せで今恋愛してるやん、めっちゃいいやみたいな、うんうんうん、これが恋なんやみたいな感じのワクワクする、ちょいワクみたいな、誰もわからんけどウキウキしてるみたいな感じの歌で、お父さんもすごいこの曲が一番好きでね、あね、お父さんね、まずはお父さんね、はい、葬式も流してました。あこの曲と Just Like You 2つ流させてもらって、あの、はい、お願いして、はい、これにして言って、そんなファーみたいな曲やめてあれや、日本のファーファーファーみたいな、なってるやんな、ふーみたいな、ストリングスみたいな思い出した、ずっとなってるやんか、なってるよ、あれいいからちっちゃく Is This Love 流して言って、なるほどね、そうそう、やったぐらい、いやいや、いい曲です。いい曲ですので、では、今から演奏していただきたいと思います。はい、行ってきます。よろしくお願いします。Good job, bro.
ということで、はい、ありがとうございます。いや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 、なんかでも、うん、すごい可愛らしい感じで、すごい俺好きやな、そうやね。ね、多分ボブの本物の方を聞いても、うん、フルバンドかもっとゴージャスになって、うんうんうん、なかなか、で、コーラスタイム入るから、で、コーラスはあのボブ周りの奥さんが真ん中におって、さあさあさあ、やってるぐらい、なかなかハーモニーも綺麗やから、聴いてほしい、ね、ボブ知ってからレゲエ聴いてほしいわ、日本人。まあだから、ボブ周りっていうと、そのまあ、僕らとかの世代とかでも、やっぱりいろいろよく知ってるのは、まあ、あのノーマン・ノー・クライとか、ワン・ラブとかじゃない、ワン・ラブ、ね、うん、そう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 。だからそういう、うん、その有名なやつはあるけど、うんうん、あのこの「Is This Love」はまたちょっとなんか趣が違うっていうか、そうやね、多分 J-POP とか聞いてる人は「Is This Love」知らないかもしれないけど、うんうん、レゲエを好きな人は「Is This Love」絶対知ってるぐらいのなんかレギュラー的な曲、はいはい、やけどなかなかいいと思う。ラスタ的な感じ、宗教とかの感じのリリックもないし、うんうん、はい、みんな入りやすいと思いますよ。はい、ということで、今日は Is This Love でした。来月は何なのかね。あ、もうもっと考えない。もうだから今のうちから考えとき。え、今から考えとっていい。ちょっとあれで、アンサー遅くなるかもしれない。考えてるから今から。言うて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 、先月も同じこと言うて。で、俺がで決めた2日前ぐらいやから。今日どうしようって、さっきエンディングの演奏決めたらそこやから。だから息子に、だから息子に勉強せえでもせえへん言うのを言われへんちゅう、うん、血筋や。というオチがついたところで、ね、今月はこんな感じで終わりたいと思います。はい、はい、あゆみ、はい、おはようございます。はい、お店の情報なんだ。なんだそれ。ね、22日で終わるはずだったマンボウが31日になり、そして、9月12日まで緊急事態宣言になっているというね、はい、いうことですね。なかなか、ね、はい、営業させていただけないという感じですね。まあこれだからね、飲食店っていうことなんで ね、 そうなんですよね。だからここ劇場じゃないんで、そうですね、劇場じゃないんで、はい、飲食店として登録してるからね。そうですね、はい、まあ、借りてもらってプライベートで本当に借りてもらって見てもらえたりとかするので、映画もね、今月だってね、はい、あのプライベートシアターで、はい、やりました。はい、コマと出てくるおじさんが、そうです、はい、大好きな、はい、ね、金曜日に、はい、その日が13日やから、うん、ちょうどぴったりやんぴったりやんって言って見張ったっていうね、はい、あえて何も言えへんってこれ以上ね。まあそういう使い方もできますからね。はい、来年ね、あの7月4日に、はい、7月4日に生まれてを見るとか、あ、そうですね、ね、あの、うん、いろいろあのほら、あの、はい、日にち縛りはいろいろできると思うんで、はい、大きいスクリーンで、はい、まあまあええ音で聞こえるんで、はい、はい、ぜひぜひご利用ください。ご利用いただけたら、はい、思っております。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ後ろ行ってください。はい、高橋さん、はい、おはようございます。はい、どうも、池田高橋です。シネマTVのコーナーでございます。今日はね、カバンのね話もあってね、はい、学生時代思い出しましたね。さっきシスターKさんがちょっとね高校の話しました。あ、はいはい、最寄り駅一緒なんですけど、うん、私の高校、うんうん、でも高校が違うと、うん、向こうの方がお高いとこなんでね、なちょっと高いとこ行くっていうのも思い出しました。やっぱりこれはまあちょっと映画とね、シスター K さんで思い出しましたが、はいはい、まあ一応第4週目はね、音楽映画が多いんですけど、はい、まあ、今日はレゲエをぶっ飛ばせっていうことで、はい、ぶっ飛ばすっていうことで、はい、はい、はい、ラップの映画でございます。はい、その映画カバンもね、スクリーンで2回見ましたけども、はい、8マイルも私もスクリーンで2回見ましてね、もうこれは、2000何年ですかね、3年の映画ですね、はい、エミネムですね、はい、の、まあ、半分自分の映画みたいな感じで、はい、当初はあのアイドル映画言われてたんですけども、ね、すごく内容が良くて、はい、なぜ内容が良いかと言いますね、これね、監督がカーティス・ハンソンという、はい、これもいつか紹介したんですけども、うんうん、1990年、はい、ゆりかごを揺らせてっていうね、サスペンスの映画があって、はい、これも良かったですけど、脚本がです、ジョーカー、
はいはいはい、スポットシルバーが書いてあるんです、はいはいはい、後になってね。だから絶対これいいんですよ。なるほど。で制作が、ブライアン・グレイザーって言いまして、はい、ダヴィンチ君。ダヴィンチ君。だから絶対いいんですよ。なるほど。私これね、もう好きでね、M にハマって、ポストカードもこうで、我々この格好したんですよね。格好したんや。格好した。したんや。この格好してんの。格好した。なのでこのサントラも買った。サントラも買った、DVD も買ったですね、はいはい、ですけどね、またこれいつかね、見たいなと思いますね。そうですね、これは、皆さん、配信動画でも見れますので、はいはい、見てほしいと思います。はい、ラップの次は、来ました、来ましたね、来ましたね。ブラッキーさん、いつだそう、いつだそうと思いますね。出ましたよ。1980年ですね、はい、84年、パープルレンス、はい。これは逆にこのプリンスのね、はい、我々自称店みたいな話で ね、はい、そうですね、あの当時付き合ってたというね、シーライとか出てね、はいはい、いろいろで、ね、やりました。このアルバムも、先ほどの8マイルもよく売れたんですけど、うん、このパープルレンもよく売れて、はいはい、アカデミー賞、編曲賞、はい、各曲編曲賞を受賞したという感じですね。はいはい、ね、見上げました。僕ね、パープルレイン見てないんですけど、はい、でもパープルレインって聞いたら日本人でパープルレイン、ね、パープルレインってなんか思わず歌いたくなりますね。でも明日の アイアイではそれじゃない曲を、あはい、ラップに近いね、はいはい、お前らバカやろってね、カバの逆ですね、はい、そういうつながりでちょうどね、はいはいはい、よかったですね。それつながりなんかつながりなんか、でもまあ そんな感じで、はい、もう映画でいろんな盛り上がっていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日も駆け抜けましたね。はい、そうですね、はい、なんかね、なんですかね、いつも思うんですけどね、はい、僕を、ドキドキさせる人っていうあの世界に2人ぐらいいるんですよ。でなぜかね、あのみんなね、あの英語に堪能な女性のシンガーなんですよね。まあちょっと来週の、はい、あの来週のちょっと予告を言っておきますけども、はい、来週も女性シンガーです、はい、登場いたしますので、だから今月月末とそれから来月の頭のこの2週に関してちょっとあの映画じゃなくて音楽っていう感じで言っております。はい、まあ、あのもちろんカバーもね、ご紹介させていただいたので、まあ本当にカバーがね、何？好調ですね。そう、めっちゃ好調なんで、はい、もうもうできるだけたくさんの人ね、見ていただきたいですね、思っておりますので、皆さんも、また映画館に行かれるか、見てて、いやうち映画館ないねんって、うちの近所ないねんって言ったら、こちらの、はい、カバ監督にあのご連絡いただければ、機材持っていきますんで。すごいですね。ね、もうその情熱はすごいよなと、本当にもう、はい、ぜひご連絡いただければと思います。はい、ということで、今週はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。さあ、はい、また来週。